ロイ・エリオット・コーコランはアメリカ合衆国ルイジアナ州バトンルージュ出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。兄はティム・コーコラン。2001年6月21日、モントリオール・エクスポズとアマチュアフリーエージェントとして契約した。2003年7月30日、セントルイス・カージナルス戦でメジャーデビュー。2006年10月6日、 フリーエージェントとなり、同年12月1日、フロリダ・マーリンズと契約した。2007年10月29日、再びフリーエージェントとなり、11月21日にシアトル・マリナーズと契約した。2008年は、キャリアハイの50試合に登板し、マリナーズと再契約。 2009年8月5日にヒューストン・アストロズ参加の AAA 級ラウンドロックエクスプレスに移籍。12月8日にアストロズとマイナー契約で再契約。2010年11月に自由契約となる。2011年7月にロサンゼルス・ドジャースとマイナー契約。11月に自由契約となる。2012年は所属球団がなく11月に ドミニカ共和国のウィンターリーグに参加。2013年は独立リーグアトランティックリーグのシュガーランドスキーターズと契約。2014年もスキーターズに所属。2015年はメキシカンリーグのアグアスカリエンテスレールロードメント契約。7月4日に解雇となる。ありがとうございます。